してるような人なので、そこをですねちゃんと見極めるっていうところが重要です。で、僕もおすすめのところがありますので、LINE の方で連絡いただければと思います。クリック分析についてですね、短縮 URL とか件名とかですね、分析法、まあ、クリック分析の件名っていうのはこれメルマガをやってる方だと思うんですけども、ご相談いただきました。どういうふうにやればいいでしょうか。まあ、AB テストとかですね、クリック分析はもう、メールマーケティングだったりとか、まあ、あとはクリック分析はもちろんサイト上、ブログでアフィリエイトですね、サイトアフィリエイトしてる方も重要かなと思うんですけども、まあ、ヒートマップとかクリック分析はですね、うまく使えば、結構ですね、分析から改善につなげて制約アップってできるんですけども、なかなかですねこれのやり方をうまく、できないと、知らない、正しいやり方を知らないという方がかなり多いので、まあ、この方についてですね、僕もコンサルの方で、サポートさせていただいてます。まあ、ちょっとしたポイントがあるだけ